はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけでね、本日もね、スプラトゥーンの動画を撮っていきたいと思います。レトロゲームばかりをやって自称ゲーマーのやつは思い出が好きなだけ。いや、全然スプラトゥーン関係ないじゃん、もはや。俺思うんだよこれ本当にいるじゃん結構。いやわかるよ、なんかね、ゲーム好きなんだよねっつって結局ファミコンしかやんないみたいな。しかも買うだけとか。俺はそんな大人にはなりたくない、なってないから大丈夫だよわけわかんないゲームばっかやってるから全部やりたい。いやいや全然関係ないからスプラトゥーンは。はい、今日はちょっとね、まあ、まあ、いや、いつも通りのカーボンをね、はい、持っていただいてますけども、はい、まあ、芸人最強のみたいなよくタイトルに書いてますけども、はい、本当にそうなのかと。え誰他他誰。いや、そう、俺も言ってて思ったけど。まあでも、しっかりね、はい、じゃあ3連勝をとりあえずしてほしいと。あ、まあまあ。言われた時に、できるのかと。わかった。じゃあ3連勝します。できるのかで、できるか、見たい。はい。という動画にさせていただきたいと思います。3連勝して、やっぱ試合内容にもこだわるという。あー、そんな余裕ある？まあ、やってみようかな。3連勝は多分、今のルール。矢倉の、うん、ハコフグとアロワナ。はい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 。いけると思うから。ちょっとじゃあ、その自信のほど見せていただきましょうか。はい。まあ言うてですよ。はい。そんなね、芸人最強つってんですからね。何その顔。何その顔。シアター芸人最強、西澤学園です。いやいやいや、シアター芸人って言うんで、まずやめろ、シアター D の芸人のことを。シアター D の芸人ってよくわかんないけど結構いるけど、無限大ですらない無限大、吉本専属の無限大ホールすら出ない、うん、普通のシアター D とかでよく出る。あ、さあ、阿佐ヶ谷ロフト最強がいたな今ね、相手は阿佐ヶ谷ロフト最強。ああ、あら、これは、ああ、でも倒しません、ね、うん、まあ俺のスキルだ今。もうね、やっぱ言いのけてしまうね。自信を俺が止めたんだっていう授業と一緒だよ。もう一人はどっかに、どこだ、ここいますね。そこね、とりあえず戻ってきてくれ。さあ、味方が戻ってきたので心強い状態でしっかりと戦っていきたいところですけども、吸盤がかなり、ね、長いんじゃん。ここは邪魔になりますね。いないか、左から来ていないかどうか。左落ちてる、うん、さあ、大王が残ってきそうですね。いいですよ。さあ、うん、さあ、無謀にやる。なんかあれ、ラストスパート。ラストスパートだね。ラストスパートは確かあれだよね。カウントが20か50以下ぐらいに、ね。まあなんか強くなるんだよ、こっちのね。まあなんか強くなるんだよ。いいよ。あら、うん。危ない。フェイドウェイ。ああ。やられたいな、ね。当たってはいたんだ。危ねえ。なんかすごい。あ、いいよ、しっかり倒して。もう一人いた。いや、筆二人の腹立つな。筆二人いたのか。結構塗りいいですからね、相手。さあ、飛べる位置にいねんだよな。まあ、飛ぶとしたらヤグラか。押していきたいところ。うん。押してまいりたい。で、右上から絶対来るから、これ。はい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 。右上か。うおー、いいね。これやりますよ。やりますね。やりまして。左側登って、なんかいるんだよ、音でわかる。見えてますね、西沢の耳や。ごまかせない。あれ、西沢いいよ、地元耳。危ない。うっ、えあれ、当たらないの、ここ。うん、え、待ってよ、危ない。はい、いよいよ、一人倒して。あー、踏まれる。なんだかね、結構ね、しっかりと阻まれてますよ、進めるの。あら、さあ、このままなんだろうな、無敵がないのもだな。なるほどね、押し切る弾がないと、うん、まあでも攻めはほんと強い、あれしますね、先生。奥田二人と先生、左上のあの食い子にやられたね、うん、で、あれしんどいね、多分味方しんどいと思ってるわ、うん、やっぱね、筆って結構相手にすると厄介な相手ですからね。さあ、乗ってナイス、いい感じにいってますが、うん、危ない。さあ、ぽいぽい。いやー、この代用は困る。危ない。いいですよ。うん、さあ、残って
はい、いいですよ。索敵はしっかりしている。当たって、いやー、優勝じゃなかった。相打ちは取れなかったけども、さあでも進んではいますよ。はい、ちゃんと矢倉はそのまま進めて勝ちたいところ。はい、まあ中、危ない危ない危ない、なかなかね、やっぱね、甘いね、結構ぐちゃっちゃう動きになると思うんですが、そこ上がってくるから。お、しかし目の前の味方がやられないように、うん、開いてるね。うん、開いてますよ、しっかり。さあ、疑心暗鬼。しかも、相手は奪っている。進みようとしてますよ。さあ、戻して。あら、降りたところに置いてしまう。なるほどね。結構堅実ですね、相手も。堅実の中でどうやってね、進めていくのか。さあ、26。まあ、結構ね、頼もしい数字ではありますけども、全然返されてしまう数字もあるので。見てる？見てない。見てないよ、この人。ですが、よいしょ。あら、足りるの、いいよね。見てないのが良くない。いいね、今のは。おぉ。見てないのは良くないよ。3。さあ、しっかり倒してくれて、味方も。一回塗ってると早いよ、ここは。そうだね。横が、あ、そこの壁結構いいね。塗ってあるの。お、上から投げてるけども、ね、降りてきたところに。上、死んだか。お、倒してくれた？はい、いますね。逃げられる。いいよ、逃げられない。いいですね、進めてますよ。6、5、4、3。さあ余裕を持って、あ焦りたかった最後。え、勝ったの？いや、勝った勝った勝ったか。なるほどね、まずは一勝。まあそこはね、まあ一勝ぐらいそれはもうしますよ。まあ、2分の1ですから、勝つかも負けるかな。うん。なるほど。まず、ほら。いやー、でも、死にすぎだよなあ。あとね、これね、0なんだよ。え ?14 じゃない。どういうこと？これ0の5と同じ。で、要するに、その、取るべきとこで取れてなかったってこと？進めるとこを進めれてないから、俺納得多分してないと思うんだ。でも1位以下はクズって、断定する塾みたいな感じだよ、これ。強いとこをね。見せるっていうのは単純にして、お、箱フグはね、はいはいはい、どう思います？まあ箱フグのちょっとヤグラのこれはこうした方がいいよはね、ちょっとまだ俺は聞いてない、よく分かってない、あんまり聞いてない、ね、なるほど。ぜひともそれを見せていただきたいですね。感じ取ってほしいな。感じ取らなきゃいけない感じ取らなきゃいけないと、ちょっと俺もなプレイしなきゃいけないからな。さあ真ん中をしっかり塗って、やっぱね、乗りやすい環境を作る大事ですからね。はい、危ない。さあ、で、こうすると気になるのよ。裏が、行かねえから。うわ、やべって。うん、行かねえから。壊しといて行かない。裏来るぞっていう、あの、はいはい、あれのおかげで、下がるから一歩。うん、かかしをね、置いておくわけね、そういう。あ、来てるなっていう。さあ、まあしかも塗っとくことによって、いつでも行けるようになってるっていうのはでかい。そうだね。内側から入って、嫌な位置でのスーパーショット。あら、塗っちゃうそらね。やっぱせっかく止めに来ようとしたやつをね、スパショで追い返す、すごく強い行動ですね。全然取れない相手。あ、出てきました今。あら、うん、今ちょうど降りてきたやつが牙を終わったんじゃない。あ、あら、あらららら、らなるほどね。なに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 、ど、今のはどういうことですか？なぜ勝ったんですか？わからない。なんでで？いや、普通に切る、うん、取って前に進めた、多分みんな強かったね、うん、いいじゃないですか。おお、素晴らしい。ダイナモが早い段階で前に出て、キルトとね、倒してる。なるほどね。はいはい、ああいうダイナモが敵にいるときにちょっと喋りたいね。あ、どうするのかってね、うん、はいはいはい。まあね、このままね、ガンガン勝ってねっていう。お、いいですよ、また来てますよ。見せてほしい。大好きなんだよね、ここ。あ、そうなんだ。うん。俺あんま好きじゃないのかと思ってた。リッターガロンガロン、ローラ。はい。だからローラーってカーボンはエリアは苦手ですよね、うん、ここ。エリアだと使わないって。そうだね、あんまり使わない。あんまりアロワの好きじゃないのかなと思ってたけど、実は。ヤグラはね。あ、ヤグラのね、アロワの好きなんだ、僕です。で、1枚落ちで、はいはいはい、ガロンでしょ、で、ここで、まあ、これ死ぬじゃん。はいはい、おお、倒した。で、リッターがどこにいるかなのよ。お、まあ、右か。索敵、お、ここにいるのが分かって、あー、ごめんなさい。あー、あー、
らら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 らなんかスタートダッシュは悪いね。あーいつもそう、まず一回なんかこうバババってやられて仮面ライダーみたいな、とりあえずやられるで、後で勝つよ。あら、うん、うわー、チェイスが来てますね。さあ、いやー使わせる。しかもここでは進めない、インクが足りない。いい起点でしたね、今あいつね。もうあれ死ぬ。あの味方が倒してくれない、うん、逃げちゃいましたね。さあ、これはまずい状況ですよ。あら、え、3落ち、9番だね。なるほどな。さあ、66、全然進んでないですね。もうちょっと進めてるところ。でも相手2落ちですよ。さあ、この2落ちの状況をうまく使っていきたいところですけども、お、当てますね。さあ、当てて、投げて、こっち側から行って、あらららららら。あ、いいよ。あら、いいですね。倒して。あ、後ろから味方も来てて、あー、バレてきて。バレてない。倒して、乗ろうとして乗って。いいじゃないですか。かなり進んでますよ、今。47。このまま20近くまでね、進めたいですね。できれば。あら、いいですね。あー、見てます。うわー、すぐ隠れる。さあ、しかも、フルチャージ。いやですね、それ、お、見えてますよ、場所は。いいですね。倒せるんですね、下からでもね、かなり。さあ、登って、矢倉奪われてるの。あー、味方が奪ってくれる。かなり見てくれてますね、味方が。いいですよ。さあ、ここでスパショーの出番。バスンと、あー、ちょっとずれた。12、かなり進みましたね。さあ、この12を死守したいですね。12の部分をしっかりと死守して前に進めていきたいところ。乗って、乗っていない。はい、ローラーはみんなで倒しましょう。危ないですね。危険をさらさないように戦いたい。うん、上から見ていますね。さあ、食い物な、雨。あ、食い物やっぱ2発で逃げて込みますね。見えてましたね。あら、何、うん、これは良くないですよ。しかしまあ状況は全然悪くないですね。塗り状況もカウントの状況も、もうこのままね、安定した動きをしたいところですね。変に無調子、ちゃめっちゃにしてチャメッケ見していく。むずいね、今の。むずくはない。それむずい。むずい。難易度結構高い。高くない。やってみましたかね。右側が意外と塗られてますね。ちょっと良くないよ。入られてる証拠ですよね。63。まあ、すまないよ、これは。そこにいますよ。すまない。骨はしますけども、まあ、二落ちですからね、相手。さあ、パンパン。ああ、いいですね。最後の一発、もう一発。今のチェイスちょっと危なかった。あー、見えていない、そっちか。あー、嫌なとこでバシャバシャされてるよ。これ落ちるしかないんじゃないの。これ足す方法ねえかな。やっぱそのこっちから回んなきゃいけないんじゃない。うん、あの壁にさ、張り付いてる時ってさ、なんかその当たり判定がこう丸く出てたりとかするの。ない、これは。わかんない。それ壁の当たり判定どうなってるのかわかんない、ね。それがもしさ、ちょっとこう出っ張ってるんだったら、そこにこうボムとか当てられそうだよね。壁に対しての当たり判定をちょっと見てみたい気もしますね。さあ、あと10。ヒッターが右後ろか、なんかこの辺にいるんだよ。あ、来ますね。あら、逃げられちゃいましたね。しかし、あー、奪われてる。さあ、これ怖いですよ。あんまりちょっとこれは余裕ぶっこいてらんない。止めはすると思えど。ですね、しっかり倒して。さあ、この、メガホンが終わったら、そのまま行きたいところ、ガガガッと戻って、いいですね。しっかり倒してない。ああ、びっくりした。負けないよ。さあ、はい、まあ一応公約通りの、はい、はいはい、見せられましたけどもね。納得いかないね。
その勝つだけじゃないっていうことだよね、要するに、ね、いや勝てるのは勝てるんだけど、はいはいはい、集中してね、うん、やればなんかそのちゃうんだよな、博打になってる部分があるってこと。いや博打だったら勝てないとこあるでしょってことは、別に勝ってはいるんだけどってこと。それはでも難しい話になってくるけどね。いやしたら試合ないよね、試合ないよだから要はなるほどな、勝つよ、勝つ、集中してやれば大体矢倉勝つよ。はい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 。なんだけど、うん、やっぱ試合内容がちょっと甘えてる部分があるの、どっかに。なるほどね。だから1試合5分間の中で、はいはいはい、あ、この場面とこの場面甘えてんな、はいはいはい、甘えて死んでんなとか、うん、甘えてここカウント取りに行ってねえなとか、はいはいはい、でそういうのが1個2個あるともう俺の中でもだいぶテンション下がるからダメだ。全然俺どうでもいいんだよそれで動画見直して、うん、何それ何それ何それ、寝てるの面白い。寝ちゃうんだよね。寝るんかい、反省で。寝るならいいじゃないか、うん、それできたら。でもまあ要するにそれは最強の人間なんじゃない、芸人とかじゃなくてやっぱ最強の人間になりたい、うん、地球最強、うん、だって俺芸人最強ってすごい低い位置だと思ってるから芸人ってスプラトゥーンまずうまいのって話。そうスプラトゥーンって何なのって芸人の中でっていう、うん、なっちゃうもんね。なるほどね。じゃあもう地球最強を目指してください。はい、というわけで。おなになに、全然興味ないじゃん俺全然興味ないちょっとリアリティがないなっていう。ああ、リアリティを見せてほしい俺。あ、そうプレイでね。あれいけんじゃねこいつ。なるほど、うん、というわけでそれをちょっとたまーにでも見えない、うん、じゃあまあそうなるようにね、はい、あ、頑張ろうかな。はい、というわけで、ダメダメダメ。それはでもね、なんか余裕持ってんのが俺嫌だわ。何がなるから見ててくれってなったら俺もう、よし、分かったもうそら見てやろうなるけど、なんか、なりたいみたいな言ってんの俺が、あ、頑張ってくれよみたいな、そんななんか、俺なんか。なりたいっす、よし、頑張ろうってこい頑張ってこいというわけで、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。